ローマ書13章、一遍に全部読まないんですけれど、ローマ数字の1の1節から7節まで最初は読みますけど、まず初めにというところを見てから。では、お祈りしたで始めたいと思います。お祈りします。天国にいらっしゃる、愛する父なる神様、今日こうしてまたローマ書を勉強することができまして感謝いたします。ローマ書の難しいところを終え、今は具体的なところ、クリスチャン生活を勉強しています。どうかこのところ、この13章のところを通して、私たち一人一人もっと良い市民になれるように助けてください。そしてもっと隣人を愛し、あなたを愛し、成長できますように、このメッセージを用いて、私を用いて聖霊様で満たしてください。主イエス・キリスト様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。では、はじめにというところをご覧ください。誰が政府を上に立てましたか？どこまで政府に従うべきでしょうか？政府に逆らってもいいですか？クリスチャンはどうすれば良い市民になることができるでしょうか？この箇所はこのような質問に答えます。さて、聖書は市民と政府について何を言ってますか？はあ、昨日教会で仕事やってて、家に帰ろうとしたら、ちょっと、一条通りのあそこの大きい100円の店に行こうと思って、そしてちょうど一つの泊まれ、4つの角全部泊まれというところに車を止めて、もうちょっと前に行ったら、やっぱりおまわりさん待ってました。僕はそこでもう止まらないと捕まってくるんですよ。で、前に僕は捕まったことあるんですよ。高いでしょう、止まれに止まらないで。1万8000円？高かったんです。1万円だとちょっと覚えていないですけれど、そういう時ね、やっぱりちょっと心は反発しますね。反発してもいいですか？いけないんですか？今日の箇所はそれを教えてくれると思います。では、1節から7節までまず第一に読みたいと思います。13章の1節から7節までですね、お読みします。人はみんな上に立つ権威に従うべきです。神によらない、権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いて、ごめんなさい、ちょっと迷う。神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをすることではなく悪を行うべき時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは、彼があなたに益を与えるための神のしもべたちだからです。しかし、もしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。神は無意味に、剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけではなく、良い良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。昨日僕はその角に来て、おまわりさんを見たときに、僕は恐れていませんでした。なぜですか？経験があって、このところ止まるべきだと、ね、
ですから、おまわりさんを見て、私の心はドキドキしませんでした。心臓はドキドキしませんでした。ああ、まずいと思いませんでした。暴れてしまうと思いませんでした。ね、皆さん、やっぱりクリスチャンは良い市民ではなければいけませんね。3月15日、税金を納めるんですね。皆さん、もうどうです？もう始めましたか？僕まだ始めていないですね。難しいですね、うん、でも、もうこれは大事ですね。まずローマ書の1はクリスチャン市民の責任。私たちはクリスチャンとして、責任があるんですよ。A、上に立つ権利はすべて神からである。神からである、日本の総理大臣は誰が決めましたか？まあ日本の国民ですけれど、神様、神様は建てられたんですね。ダニエル書、旧約聖書のダニエル書、開かなくてもいいですけれど、私は開いて読みます。ダニエルとは、バビロン帝国の総理大臣でした。この当時、総理大臣、バビロン帝国、それからペルシア帝国の総理大臣、2つの帝国の総理大臣で、ユダヤ人で、預言者でした。ダニエル書、2章20節と21節を私はお読みしたいと思います。では、ちょっと待ってください。どこでしたっけ、2章の20と21を読みします。ダニエルはこう言った。神の名は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。じゃあ誰が王を立てるか、誰が政府を作ったかというと、神様です。最初の政府は神様が決めましたよ。ヨハネ伝を開いてください。新約聖書のヨハネ伝、19章の10節。これはイエス・キリスト様は逮捕されて、これから死ぬ時です。そしてピラト総督はキリストに向かっているんですね。そして私はお前を殺す権利があると分かっていないのかとピラトは言ってますね。ヨハネ伝19章10節と11節読みたいと思います。考えたことないですか？最初の政府はどういうものでしたかと聖書の中に教えられてますよ。では、ヨハネ伝19の10節と11節読みます。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権利があり、また十字架につける権利があるの、あることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのではなかったら、あなたには私に対して何の権利もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。こういうふうにね、もうこれから死ぬとイエス・キリスト様はどうしましたか？逆らいましたか？お前ピラトすごい悪い総督でしょと、ローマ帝国の恥でしょと言わなかったんですね。イエス・キリスト様は素直に、いえ、あなたの権利は神様からですと言いましたね。上からです。神様からです。人間の権利はそうですね。日本の権利もそうです、ね。先週一人の大臣ですかは、日本の方はちょっとニュース記者会見に出てちょっと恥ずかしかったですね。それは神様すべてご存知です。すべての権利は神様からです。今さっき読んだローマ書のところには、すべての権利も支配者たちは神のしもべだと言いますね。じゃあ今度おまわりさんに会うときに、あなたは神様のしもべですよと言ったらどう？お前何言ってるか、神のしもべなの？でも神のしもべです、ね。
僕はあのアメリカのテキサス州で侵入警察の、友達ね、あのウォーレンさんと彼の、パトーカー一日中の乗らせていただきましたね。で、万が一何かあったらこう車で待ちなさいと言われたんですね。でも結構ね面白かったです。そしてあの、やっぱり反発する人もいました。もう素直に止められて、スピード違反で止められて、素直に、答える人もいれば、もう反発する女性一人いましたね。もうなんで私を止めましたか。いや、でもまあ友達ウォーレンさんはいつも丁寧で申し訳ございませんが、車の、もう自分の、ね、運転免許を、見せてくださいとかね、いろいろね、もう大変だとね、私は分かってきましたね。まあ悪い警察もいますね。やっぱりあの周り悪いおまわりさんもいますね。時々おまわりさんも逮捕されますね。でもまあ それだといってあの警察は悪いとは言ってはいけませんね。あの続いてローマ数字の1の A ではね、従って信者は上に立つ権威に従うべきである。テトス書3章1節、テトス書新改訳聖書なら385ページ、新約聖書の385ページですね。やっぱりあの神様は政府をお作りになったわけですね。3章1節によると、あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと権威たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさいとありますね。テトスという人は一世紀の牧師でした。パウロは彼に、教会の皆さんは支配者たちに従うようにしなさいと、教えなさいと言ってますね。ローマ数字の A の、B ですけれど、 C と書いたらごめんなさい、 B ですけれど、政府は悪を裁くものである。政府は悪を裁きますね。創世記聖書の一番最初、創世記聖書の一番最初の9章、これは最初の、政府ですよ。9章の6節、最初の政府はどういうものでしたかと知りたいなら、ここに書いてあります。5節と6節を読みたいと思いますし、創世記9章5節から、私はあなた方の命のためにはあなた方の地の値を要求する。私はどんな獣にでも、それを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。 人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。じゃあここはね、殺人はなぜいけないかと書いてあります。もし神がいない、進化論は正しい、我々はただの動物だったら、まあ人殺しても別に何が悪いですか。僕は彼より強い、僕は彼殺して彼ものを取る、なんでいけないですか。でも聖書によると、私たちは神様の形に作られましたね。私たちはただの動物じゃないんです。神の形に作られました。ですから人を殺してはいけない。人を殺すと神の形を殺しているからです。でこの創世記9章では、これはノアに、神様はノアに話になったことですけれど、これは最初の政府です。この前は人政府はなくて、人は自分のやりたいことをやってました。政府なかったんです。だからもうノアの時代は
悪かったですね。本当に悪い時代でしたね。殺人は多くて、もういろんな、もうたくさんの犯罪があって、人は自分の家を守るしかできないんです。周り警察なんかなかったんですよ。いや、皆さん、警察がいない町なら怖いですね。警察は厳しすぎることも怖いですけれど、警察が全然いない町は怖いですね。これは最初の政府ですね。で、ローマ数字の1の4、信者は法律に従い、警察や裁判官を敬い、税金を払うべきである。5節から6、7節まで読みましたね。そして、箴言、聖書の真ん中ぐらいの箴言、3章27節。聖書の真ん中ぐらいの3章27節。詩編の後ですね。聖書の真ん中ぐらいの箴言。詩編あったら詩編の後。三章の、27節ですね。よろしいですか。もうすぐ税金ですね。で、痛いですね。やっぱりだん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 旭川の税金高くなって、3月15日は痛いですけれど、聖書は何を言いますか。27節、3章の27節。あなたの手に善を行う力があるとき、求めるものにそれを拒むな。ですから払いたくないですね。高いですけれど払いますね。善を行う、もう払うお金あったらじゃあ払いましょう、ね、そしてやっぱりずるしてはいけない。もう官人と言いますか、税金の場合はね、政府を騙そうとしてこんなお金払いたくないよ、これはいけないですね。まあここにそんなことする人はいないと思いますね。これは別に皆さんを叱っているわけじゃなくて、ただ聖書はこう教えているわけですね。じゃあローマ数字の2ご覧ください。ローマ数字の2、クリスチャン市民の愛。クリスチャン市民の愛、本当にクリスチャンの市民だったら隣人を愛すべきですね。ローマ数字の2、クリスチャン性市民の愛、8節。ローマ書に戻って、ローマ書13章に戻って8節から10節までお読みいたします。8節から10節まで、どうぞ、見てください。私を読みします。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。堪忍するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉をの中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、愛は律法を全うします。皆さん、本当にクリスチャンの愛があったら盗まない。ね。本当にクリスチャンの愛があったら、隣人を愛してるんだったら盗まない。殺さない。ね。害を与えない。愛だったら良い市民になることができますね。愛がなければ良い市民じゃなくて、もういろいろもう人の金を取ろうとし、どうすればいいですか、もう逮捕されて。もう今のアメリカのね、本当にアメリカの経済ダメです。日本の経済もそうですけれど、アメリカのテキサス州、先週アメリカのテキサス州で大金持ちは逮捕されたんです。詐欺がだったそうです。彼テレビ見ると彼は立派な家、もう城みたいな家2つあったんですよ。そして彼に大きなヨットがあって、
船あってね、もう飛行機、彼の会社に飛行機3台あったんですよ。これすっごいお金持ちだったのに、詐欺の、未遂で逮捕されました。信じられないんですね。なんでそのお金を、そんなお金がある人はそこまでやるんですか？愛がないから。人を愛してません。もう一人ね、この間、2、3ヶ月前からね、大金持ち、アメリカの大金持ちは逮捕、詐欺の未遂で逮捕されました。その中、彼もテレビニュースに、先週出てましたね。90歳のおじいさんはこう、年金全部失いました。もうずっと前に引退しましたけど、彼のその詐欺によって彼はお金全部失いましたから、今店のお仕事をやってます。いや、なんと、何、愛がないんですね。そういう人のものを、人のお金を盗み取ってしまう、まあ、詐欺で盗むこと、これは愛がないです。我々クリスチャンはやっぱり隣人を愛したら悪いことしない、ね、人のお金を盗まないんですね。ああ、皆さんねえ、愛です。良い国作りたいなら愛です。隣人を愛せよということですね。ローマ筋の2の A 見てください。信者の愛は信者自らを良い市民にする。ガラテヤ書、ローマ書の、あとは第一コリント、第二コリント、それからガラテヤ書ですね。ガラテヤ書の5章の14節。ローマ書ガラテヤ書5章の14節。立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一言を持って全うされるのです。もう考えてみてください。人を愛してるんだったら悪いことしない。人を愛してる、もう会ったことない人でも愛するんだったら、酔っ払い運転しないでしょ。酔っ払い運転は危ないんですから、人に ぶつかって人を怪我させる、殺すかもしれないから、しない。人を愛してるんだったら悪いことしない。人を愛してるんだったら盗まない。人のもう頑張って仕事をやって、もう努力してお金を手に入れた、そういう人のお金を取らない。愛があれば人のお金を取らない。愛があったら道で喧嘩しないね、買い物公園に行って、僕は僕の知り合いは買い物公園の近くにね、奥さん2人と歩いてて、そしてチンピラたちやってきて、彼の奥さんをナンパしましたよ。信じられないことですね。で、この方は50流空手道の3段だから、一発で1人をノックアウトしました。それでみんなやめて逃げました、チンピラたちね。喧嘩もこの場合は奥さん守りたかったんですけどね。でも本当にそのナンパしてきた人たちは愛がないですね。皆さん、愛があったら喧嘩しない。愛があったら悪いことしない。愛があったら人のものを盗まないですね。この中に私たちみんな、この中にみんな良い市民だと思いますから、ただ聖書はこう言ってるの、こう13、ローマ書13章の番ですから、13章を語って、語らせていただいてますね、はい。愛ですね。ローマ筋の A の1、愛があれば逆らうことがない。2、逆らうことより逃げた方がいい。例えば、政府に、こう政府に、従うことできなければ逃げた方がいいです。国を逃げて、国を出た方がいいかもしれませんね。もう例えばね、今北朝鮮からたくさんの人は逃げました。これはもう大変難しい問題で、ここで数分だけで解決できないけれど、やっぱり北朝鮮の
クリスチャンたちは大変です。逮捕されて殺されるかもしれない。中国に逃げて、日本に逃げて、アメリカに逃げた方がいいかもしれません。アメリカはそういうふうに作りました、作られた国ですね。アメリカ人の、英国人のクリスチャンたちは英国の任命した、決めた教会に参加しないから、迫害されましたから、アメリカに移住民になって逃げました、ね、もう一つ、ローマ書の2-3、ただ罪を犯すことより従わない方がいいである。従わない方がいい時あります。いつですか？政府に従ったら悪いことする、道徳的に悪いことする、そういう時は政府に従わなくてもいいとね、聖書は教えます。人の働き開いてください。人の働き5章の29節ですね。人の働き5章29節新約聖書のマタイ、マルコ、ルカで、ヨハネ、人の働き5番目の章ですね。新約聖書の、人の働き5章29節だから、217ページ、新約聖書の217ページ。この時ペトロたちは、キリストの弟子ペトロたちは、支配たち、イスラエルの支配者たちに逮捕されて捕まえられて、そして言われました、これからイエス・キリストのことを話さないでちょうだい。28節から読めば、28節ね、言った、あの名によって教えてはならない時と、厳しく命じておいたのに、何ということだ、エルサレム中にあなたの教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に、負わせようとしているではないか。ペトロをはじめ人たちは答えて言った、人に従うより神に従うべきです。ですから、もし政府は悪いことをしなさいと言ってるんだったら、政府に従わなくてもいいです。例えば、もし第二次世界大戦の間ね、教会はみんな、天皇陛下の写真を壁につけて、そしてイエス・キリスト様を礼拝する前に天皇陛下にお辞儀しなさいと命じられましたね。それでたくさんの教会はそれをしませんでした。で、いろいろもう世界第二次世界大戦中、200人ぐらいの日本人の牧師は逮捕され刑務所に行きました。なぜですか？悪いことしましたか？いいえ、ただイエス・キリスト様の礼拝ですから、天皇陛下に向かって、お辞儀してはいけないという、立場でしたね。それで逮捕されました。これは正しいと思います。私の友達の中ね、もう天国に行ってしまいました藤井ダニエル先生のお父さんはその一人でした。満州で逮捕されたんですね。藤井先生によると、お父さんはね、何回も逮捕されていましたから、憲兵隊と親しくなったそうです。ね、街を歩いて憲兵隊の方、あ、元気ですかと、あ、どうも、今週逮捕しますか、僕を逮捕します、いや、今週逮捕しないと思うと、こういうふうに仲良くなったそうですね。なぜですか？立場を取って、私はイエス・キリスト様を信じてますからという立場を取って、政府は何をしても私は正しく礼拝しますということ。またもう一人ね、群馬県の日本バイブルホームの、トマス・ティエニー先生の奥さん、和子さん、日本人の和子さん。彼女のお父さんも、牧師で、第二次世界大戦の間、牧師で逮捕されて刑務所に行ったそうですね。なぜですか？正しい礼拝したいです。
ここの礼拝は政府の決めることじゃないです。ここの礼拝は私たち信者は心を守って、ね、正しくイエス・キリスト様を礼拝するところですね。はい、皆さん、そういうふうにやっぱりこう聖書を覚えて、聖書を読んで、聖書を勉強して、何が正しいか何がいけないかと勉強すべきですね。ローマ筋の2の B、 愛は隣人に対して害を与えません。したがって隣人を愛するクリスチャンは良い市民である。良い市民はどういう人ですか？隣人を愛する人です、ね、そしたら害を与えません、ね、ローマ筋の3ご覧ください。ローマ市民の希望、ごめんなさい、ローマ市民、クリスチャン市民の希望、私たちの希望は何ですか？全部良くなるという希望です。11節から14節まで、またローマ書に戻って、ローマ書13章11節から14節までお読みしたいと思います。11節か。あなた方は今がどのような時がか知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻もがもう来てます。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、平間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。じゃあクリスチャンの希望は何ですか。クリスチャンの希望はこれです。この人生で終わりじゃないんです。死んでから天国、地獄があります。私たちはイエス様を信じるから天国は待ってます。それにもう一つ、イエス・キリスト様は再臨なさいます。このローマ、このノート見て、クリスチャン市民の希望の A、キリストは再臨をなさるから、クリスチャン市民は良い証を守るべきである。どうですか、私はもしじゃあ今円高ですから、円高だからじゃあ何をしようかという思ったら、じゃあちょっとじゃあ詐欺してお金は足りないから詐欺して誰かのお金を取ろうとしたら、そのちょうどその例えばね、俺という詐欺あるでしょうね。ああお母さん、俺ってちょっと待って、ちょっとアメリカ人の訛りじゃないですか。もう一生懸命に練習して、うん、よし、一番もう綺麗な日本語を使って、あお母さん、俺お金いるよと、もうこう詐欺して、ちょうどその時イエス・キリスト様は再臨なさったらどうですか。恥ずかしい。ですからイエス・キリスト様の再臨を望む私たちは正しい生活しましょうということですね。キリストの再臨は何ですか。キリストは昇天なさいました。人の働き一章に書いてありますけれど、キリストは昇天なさいました。雲に乗って天国に行きました。そして十二弟子たちはそれを見て、そしてその十二弟子たちを目撃しましたから、マタイ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、書いて、人の働き書いて、ペトロも第一、第二ペトロを書いて、こういうふうに目撃者たちは書きましたね。私はキリストを見たんです。キリストは昇天なさいました。そしてその御使いたちは周りに立って、何をグズグズしてるか、キリストの命令に従いなさいと、何をグズグズ、このキリストは同じありさまで帰ってきます。キリストの再臨は今日かもしれません。キリストはなぜ再臨なさいますか。だってこの世界はダメでしょ。戦争ばっかり、ね、乱暴ばっかり、だん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 ちょっと
ひどくなってるんじゃないですか。キリスト様はまた再臨なさってこの世を治すから聖書に予言されてますね。で、私は心の全部でそれを信じてます。キリストの再臨来ます。私はそれを待ってます、ね、それは我々クリスチャンの希望です。この世界は良くなるという希望です。なぜ良くなるか、イエス・キリスト様は治してくださいます、ね、ああ皆さん、これは大きな希望でしょ。 A 見てください。キリストは再臨なさるから、ローマ数字の3分の3の A ですね。クリスチャン市民は良い証を守るべきである。良い証というのは何ですか。外の人はクリスチャンを見た、あクリスチャンっていいものですね、クリスチャンで頑張るいい市民になるという証ですね。さっき見た人の働きですけど、今度22章の12節人の働き22章の12節人の働き22章の12節、すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が、私のところに来てそばに立ち、兄弟サウルなどと書いてありますね。みんなはこの人いい評判だ、みんないいやつだと思ってましたね、ええ、だから我々クリスチャンもやっぱりあのいい評判を、持つべきというか、作るべきというか、守るべきですね、ええ、昨日ですね、昨日起きて雪たくさんありましたね、20センチ25センチでしたが、そして私はちょっと神様に文句言いましたね。これから伝道しますのに、神様なんでこうなりました、今日あなたの仕事をやってると。外に立って私はペティはね、肋骨の骨折だから私は雪かきしてます今年で、出て行ってあのママダンプ使ってやってて、そして立ってずため息して、向かいの方はあの機械であの持ってるの、向かいの方はね、あのアパートの隣にアパート持ってる、マンション持ってるね。そしてその駐車場の雪かけ除雪してますね。そしてね、あの私立ったため息で、この方それを見たんですよ。そして見てて、で私はこんにちはという、ちょっともうがっかりした挨拶します。こんな雪は僕だけがやるとね。そしてなんと彼は機械でうち の, あ の,、あの車入るところ、駐車場をあの除雪してくれましたね。素晴らしいですね。私の院長なんですかこの方。あ、いいやつだねこのそれからあの車庫の前もやってくれました、全部と。そして私はあの間に合って電動できました。こういいやつなと、今度会うときは、こんにちはと私は、ね、心よく挨拶すると思いますね。やっぱりこの方はクリスチャンじゃないような気がしますけれど、クリスチャンはその真似すべきですね。良い隣人になりたいですね、私は。ああ、皆さん、クリスチャンはいい市民になるべきです。なぜですか？愛すべきです。なぜですか？再臨なさるから、キリストはまた来ますからね、希望を持ってます、ね、良い、私たちは良い、証というか良い評判を、持つべきですね。第一テスロニケ書、ローマ書の後ですけれど、ローマ書の後、第一テスロニケ書4章、すぐ後じゃないね、かなり後ね、第一テソロニケ4章、新約聖書の366ページですか。4章の12節ね。
キリスト教にも内と外あります。日本の社会も内と外あるでしょ。第一テサロニケ書4章12節366ページ、新約聖書の366ページですね。お読みします。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。じゃあ外の人々というのは誰ですか？クリスチャンじゃない、キリスト教の外の人々。そういう人々に対してどんな態度を持つべきですか？やっぱり愛ですね。希望があるからこう愛を持つべきですね。良い評判、私たちはクリスチャンとして良い評判を保つべきです。守るべきですね。内と外ね、我々クリスチャンの内と外の人ねですけれど、もうみんな罪人です。みんな神様に愛されてる。ですから人クリスチャンじゃないから見下げていけないですね。クリスチャンになるように祈るべきですけど、みんなクリスチャン、じゃないから人見下げていけない。神様の目から見ればみんな平等です。平等です、ね。一回クールマン先生という、先生はうちの宣教師団体で旭川で、働いてますけど、伝道してましたけれど、もうアメリカで、牧師やってますが、タクスギさんのクルマン先生覚えてますね。面白い人でした。そして彼の、一つね、まあ、冗談みたいですけれど、日本人に「あ、外人だ」と言われる時に「あ、内人だ」と言うんですね。僕は一回じゃあそれ行ってみたかったんで、びっくりドンキというレストランに入るとき、若者たち5、6人出てくるとき、一人は「あ、外人だね」と言いましたね。私は「あ、内人ですね」と答え、彼はびっくりして、びっくりして笑ってくれましたね。内と外ね、実は神様から見ればみんな平等ですよ。神様は一人一人愛してます。で、そういう外の人に対して良い態度、愛する態度を持つべきですね。ローマ数字の3の A、もうそろそろ終わりますよ。もう全部読む時間ないと思いますけれども、ローマ数字の A の1、再臨の時は知ることができない。今読まないんですけれど、聖書によると、イエス様は言いました、誰も知らない。再臨、イエス・キリストはいつ来るかまた分からない。神様だけご存知ですから、それはあまり心配しないで、今にも来るという生活すべきです。そして2、であるから清い生活をしよう。このところを読んでいただきたいです。第1ヨハネ3章。第1ヨハネ3章。第一ヨハネ3章は、新約聖書の終わりの方、428ページ。428ページ。第一ヨハネ3章2節と3節読みたいと思います。428ページ。2節と3節読ませていただきます。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者はみんな、キリストが清く現れるように自分を清くします。じゃあ、キリスト様はいつか近いうちに来るでしょう。いつかわからないです。今日、イエス様は来るかもしれません。ですから、清い生活をしましょう。小さい時、両親は、
お出かけして、我々子供4人残していい子にしなさいと言われました。もう姉たちは、15、16歳でしたから、14歳だったかな。ですから、もうこの子なら、この子たちなら、大丈夫だということで、やっぱり両親はお出かけしていたと間に私たちは喧嘩しました。大体喧嘩は、兄は僕をいじめ、そしてその上の姉は私を守って、もう一人の姉は兄を守ったから2人対2人なっちゃったんですね。しかし両親は帰ってきた時に、あ、お帰りなさいとね、嘘の顔して、もう何でもないようにお帰りなさいとね、皆さん良い子だったか、あ、頑張ってましたと、ね、本当にイエス様はいつ来るかわからないから、やっぱり良い生活を、清い生活をしましょう。最後にというところに心を吟味しましょう。神の立てられた政府に対して良い態度ですか。ああ皆さん、聖書はすべて導いてくれるね。私たちの心を導いてくださいますからね。聖書をぜひ毎日読んでください。ではお祈りをさせていただきます。天国の愛するお父様、今日こうしてまたここに立ってローマ書を、解かせていただいて本当に感謝いたします。どうか皆さんも、聖書を愛し、聖書を毎日読んで、個人デボーションできるように助けてください。そして私たち一人一人は愛を持って良い市民であるように見守ってください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。